えー、こんにちは速化塾の安保、えー、太郎さんの、ね、東京都知事選における公約で15兆円のこう都債を切るということがありましたけども、これについて、ね、いろんな考え方があると思います。まあ、確かにそれは可能かもしれない、いやいや、行動向けでできるわけないっていうのがありますよね。でこれ、違う意見があるのは、まあ、前提で私の勉強不足も込みであえて発信させていただきます。今ののの時点ででの私の考えですよねもちろん それはね違うよ久保さんっていう形でアドバイスを頂い,いた結果私の考えが変わることもありますけども今この時点での考えですね。 この記事に即して答えていくとなると、えっ、ー、とここからってところが大事になってきます。ここからいきましょうか。で、オリパラ、あ東京大会の中止やあ都民全員10万円給付、学資無料などの振り切った政策打ち出しになんとかなんだって書いてますよね。で、ここに見解を述べておきますって書いてますよね。えっ、ー、と要するに15兆の国債はどうなのかってことです。結論から言えば、国債と異なる地方債で財政出動政策を行う発想は後頭向けであり、将来につけを先送りする可能性が極めて高く、下手を打ったらギリシャ しかねない悪手だと思いますってことですけども、これは私は全く全然ねこ、この考えこそ口頭無形だと思うんですよ。というのがね、逆説的になりますけども、じゃあ、今まで考えられる、今までの前例をもとに、この東京をね抑える手段が、じゃあ仮にあるんですかってことになると、多分これ、ないと思うんですよ。ですので、口頭無形な手でも打たないと、この危機は脱することができないと思います。危機なわけですから ああ本当国難なわけですよで世界中を巻き込んで打つ手がないところばかりなんですよその中で勝負をかけないといけないとっていうの勝負,勝負をかけた結果ねもし将来に月を先送りする可能性が極めて高くって書いてますけども何をやっても将来に月は残すんじゃないかなと思うんですよどれを選ぶかってことになると思います借金という月を残すのももしかしたら地獄かもしれませんただですねこの感染症が収まらずにたくさんの企業法人個人が いわゆる、ね、東京で死んでしまって廃墟東京ってものがじゃあこのお数年でできてしまうのも将来にツきを残すことじゃないかなと思うんですよ。これどっちがいいですかねお金を使わずに今手元にあるそのわずかなね、えー、数百億円とも言われてるお金で対策を打ってどう,どうなりますかね何かできるんですかねってことなんですよ。いろんな会社が潰れて商店街がなくなって、えー、飛行機は動かなくなって電車はね えー、感染症を蔓延させて学校も行かないで市民や都民にはお金がなくなって身動きが取れない失業率は悪化するでも東京都としては都債も切らないし国からも援助がないそういうので目先の死っていうものを受け入れて将来にツケを残さないっていう発想がまさにね本末転倒なのかなと思うんですよ。やっぱり、ね、目先の命を 大事ににすするるからら将来の命についても考えられることだとだ思うんですよねで次なんですけども国が国債を発行して財政を調達できるのと同様に地方自治体も地方債を発行してファイナンスをすることができるとただし最大の違いは地方は国と違って中央銀行やあ通貨発行権を持たないってことですよね当然通貨発行権は持たないんで、えー、これは都債ってものを切るにしてもね借金をするってことになるのは変わらないと思いますただ東京都が した借金って信用ないんですかね。返済不能なんでしょうか。うん、私はそうは思わないんですよ。東京都が仮に二十兆円の借金をしたところで、返済期限をね。な長くなると思いますよ。二十年とか三十年になると思いますけども。返済不能なのかなと思うんですよ。最悪、国が肩代わりするっていう道もなきにしもあらずなんですよね。うん。だって、国は通貨発行権持ってるわけですから。 そんな法律ないよって言われれば、法律の変更が可能なわけなんですよ、難しいですけどもね。で、今回のことは、やっぱりこう、ばくに見える要素もあると思うんですよ、ただ、この発想がないから、どこも行き詰まってるっていうのも確かだと思うんですよ、こういうふうな発想を持たない、口頭向けだとね、揶揄されながらもつ、力強く打ち出していって、一人でも多くの人をその気にさせていくっていう人がいなかったんですよ。 要するに今までの前例で何とかやりくりしようと思ってその結果取り返しのつかないえ将来世代へのツけは結局溜まってるんですよねでこれどうすんのって話なんですよじゃ将来世代のツけがないように今現在の問題解決できるんだったらいいですけどもそうはいかないですよねじゃあ何かの形で付けは残るんですよじゃあどれがねよりそのつけを支払う意欲が湧くかってことなんですよどっちですかねどうなりますかね手厚いい保護をいた,だいたから よし、じゃあ、この都債を返済するために東京都民頑張るぞって力になるのか、何の保証もなく、こんなとこ行ってもしょうがねえよって、東京都から人が離れていく、もしくは死に絶えてしまうのかっていうね、この選択があるんじゃないかなと思ってんですね。えー、山本太郎氏は宇都宮陣営と政策の禁止を認めながら、最大の違いはこの財政に対する考え方と言われてますよね。そうですね。財政に対する考え方っていうのは、今ね、多くの人が、 漠然と思っているお金に対する考え方とそれからこれから用いるべきお金に対する考え方大きく変わってくると思うんですよねですのでもしかしたら新しい理論理屈に挑戦するのは勇気がいることかもしれませんで失敗のリスクもあるかもしれませんでも失敗のリスクを受け入れながら挑戦するしか新しい時代に向かう術は私はないと思うんですよね で政府が国債を大量に発行できるのは日銀が協調する金融政策によってそれが回収できるからだと言いますけどもじゃあ東京都がですね借金にあえでいたら日銀は助けないんですかね東京都が潰れてもいいよってことになるんですかねしかも山本良さんはこうも言ってます各都道府県の知事が協力してなんとかかんとかって言ってますよねこれはどういうことかっていうとあの各都道府県の知事さんが 47都道府県の知事がねできれば協力して国に働きかけてあの地方債をもっと切ろうよ買い取ってくださいよみたいなことになるのかなと思うんですよ。どうなんですかね、日銀なんて ETF 買ってる場合じゃないんですよ、はっきり言って。あんなもん買うのは誰も疑問持たないのにあのもっともっと大事なね国民の暮らしを守るために全くお金を使わない、この日銀の政策そのものがもう時代遅れなんですよね。私はそそううういいううに思いますそして それはあまりにも部が悪い賭けであると言わざるを得ませんってことなんですけども、部が悪い賭けでも、もうすでにそれしか選択肢が残されていないと思いますよ。あの確率のかつ確率の高い賭けにずっと今までやってきて、このありなんですよ、ね。っていうことは1、1%でも可能性があるんだったら、それに賭けるみたいなね、少年ジャンプみたいな意識が <laughs> 今こそ必要なのは、まさにロストジェネレーションのね発想なのかなと思います。私も同じようなロストジェネレーションですからね あの可能性の低い方、低い方へかけてきて、私、生き残ってますんで、あながちね、確率の低い方にかけるのも悪くはないかなと思いますけども、さあ、今の時点での私の考え方、そんなにね、私も自信を持ってるわけじゃないですけども、他にもっといい方法が今のところ見つかりません。借金をせずに乗り越える方法があるとしたら、その方法を取ってくださる知事の方にね、東京とお任せしてもいいんじゃないかなと思います。それが小池知事ななののかかどうなのか 皆さんはどう思われるでしょうか。それでは失礼します。